レインボープロムナード。晴海川ルート、芝浦口より、台場方面を望む。貸出台車の装着例。レインボープロムナードは、東京都港区にある、レインボーブリッジの歩道である。2000年3月まで有料だったが、それ以降は、無料で開放されている。南側遊歩道、台場口レインボープロムナードは、レインボーブリッジ下層の臨港道路海岸を未然に、敷設された歩道である。 通行可能時間は4月から10月の間が9時から21時まで、11月から3月の間が10時から18時までとなっている。毎月第3月曜日は定休日のため通行できないが、当日が祝日の場合は、定休日は翌日に変更される。また、強風などの悪天候やイベント及びメンテナンスなどの理由により通行不可となる場合がある。 レインボープロムナードへは、台場口では、徒歩で、芝浦口ではエレベーターを使う。20分から30分ほどでは当たり切ることができる。途中に、トイレ、売店、自動販売機はないがベンチがある。アンカレージの展望、休憩施設は無料開庫を封鎖されている。東京都心や晴海、豊洲地区を望むルートである北川遊歩道と、東京湾。 臨海副都心を望むルートである南側遊歩道がある。車道中央にゆりかもめの軌道があるため、車道反対側の景色はほとんど見えないが、橋上では台場寄りの P31 橋脚にある通路を覗き車道横断ができないためルート変更はできない。急坂があり、スピードが出て危険なため自転車の走行は禁止されており、自転車は専用の貸し出し台車に乗せて、 手押しで通行するか、和行袋などに収納して、荷物として携帯する。自転車を手押しで通行する場合は、芝浦口から大爆口へ向かうには、南側遊歩道、反対に大爆口から芝浦口に向かうには、北側遊歩道を通ることが定められている。悪天候などにより遊歩道が閉鎖された場合は、自転車を手押しで通行することはできない。レインボーブリッジプロムナード。 ありがとうございます。